あ、来た。え？これでも違うだろう。こいつか？あの、透析の民。すいません。透析の民ですか？いや、違います。あの、他の人に説明聞いたら何でも配信やっていいって言ってたんで。え？しました。何、何ですか？え？あ、あの、他の人に聞いてみたら、まあ、何の内容でも参加していいって言われたんで。他の人？他の人って何？あ、他の人って、まあ、僕みたいな、まあ、なんか、え？質問相談じゃないですか、これ。何、もう一回言って。あ、なんか、質問相談。質問相談でいいっていうことで聞いてここ来たんですけど、もしかして間違ってました？いや、間違ってないですよ。当たり前じゃないですか。あ、すみません。うん、あの、僕、質問があるんですけど。何すか、何すか、言っていいよ。何、何。あの、僕、男の子が最近好きになってきちゃったんですよ。うん。いいじゃん。俺も好きだよ。あの、まだ精通とかはできてないんですよ。ねえ、あ、まあ、あなたまずは何歳？ 13 歳ぐらい？あ、はい。何歳何歳年齢。12歳の小学生です。タメじゃん、俺と。タメだよ、タメ、タメ。タメですか？タメ、タメ、タメ。もう何ですか？タメ。タメだよ、あれなの、東京なの？いや、幕張ですね。千葉？今度渋谷に引っ越す。はい。俺も千葉だよ、館山だよ、俺。会います今度。会おうよ、いつ会う？え、じゃあ、今何日でしたっけ？ 23。あ、じゃあ23。明日は無理か。え、じゃあ、ちょっと一応、場所確認するんで、ちょっとツイッターを教えてもらえませんか？わかった、あの、うんこちゃん12345っていう名前でやってるから。あ、わかりました。うん。ありがとうございます。またなんか、二人で話そうぜ。段ボールとかで、丘降りようぜ。あ、はい。ありがとうございました。なんか俺も友達いねえから、俺たち友達なんで、ポケモンとか一緒にやんね。あ、やりましょう。あの、ぼっちなんですよね、結構。何してんの、いつも。いつも引きこもって、FPS で騒いでます。俺もやってるよ、FPS。最近バイオハザード7やってんだけど。はぁ、あ。見に来てくんね。楽しいですよね。え？あ、はい。俺さ、小学生なのにさ、こんなに閲覧多くて、お前マジやべえだろ。やばいですね。相当ふけてますよ。相当ふけてる？何歳に見える俺。40に見える？マジで？死ねえよ、クソガキ。お前、綺麗、バカがや。おめえみたいなガキが見ていいほどじゃねえんだよ、こっちは。はい。寝ろ、クソガキ。はい。ありがとうございました。何が12歳だよ、お前。怒られるぞ。なんで12、40歳に見えるとか言って、あいつふざけんなよ。12歳の、幕張に住んでるやつ。声がクソ可愛かったわ、今。ほーいっつって。超可愛い。ほーいね、今のでも声ガチっぽくない？だって声変わりしてなかったじゃん、まだ。声変わりしてなかったじゃん、今。明らかに今声変わりしてなかったよな。だ、今。何を相談したかった、確かに。何を相談したかったのか全然わかんなかった。なんだっけ、なんか言ってたの。大事にすればよかった。畜生。相談忘れてた。あ、ホモになっちまったって。クソどうでもいいわ。お前らがお前がホモになろうが。相談もう一回いい。お前なんでいきなり、お前タメだと思って俺にタメを一応もう一回かけてこい。救ってやるよ。許すよ。こいつだろ、このが、もしもし？あ、もしもし、こんにちは。ピジョスです。ピジョスですって言われても、お前あれだろ、さっきの12歳のやつだろ。あ、はい、そうです。お前マジで12歳なの？はい。生年月日は？あの、ね、生まれた年。生年月、2004年の7月12日。お前ガチじゃねえかよ。お前言っとけど俺31だぞ、おい。俺たちさ、19個も。俺さ、お前の3倍生きてんだけどさ、おめえと何話せばいいんだよ、俺はよ。おい。まあ、
僕、ホモになっちゃったんですよ。知らねえよ、おめえがホモな、本当にホモなの。ホモじゃないんですけど、あの、よくショ、あの、ショタってあるじゃないですか。なんかその、ショタとか男の子とか。まあ、あまあ知ってるよ。だから、それを見て、エッチ的には感じないんですけど、可愛いなーってなっちゃって。てか、もう小学生がエッチとか言ってんじゃねえよ。10年早えよ、お前。はい。一応他の人にも相談したんですけど、何かしかないって言われて。お前とさ、通話しててさ、俺親に怒られたら、俺お前マジ怒るかんな。意外と人気生主なんだぞ、お前。お前のせいでさ、親からクレーム来たらマジ怒るよ。はい、すいません。まあ、多分ないと思います。なんでこんな時間まで起きてんの？あの、春休み入ったんですよね。こんな時間まで起きてられんの？結構みんな起きてますよ。あ、そうなんだ。はい。そんで、ホモってどうやったら直せるんですか？ホモって考えたくないんですよ。俺はホモじゃ、あ、でも、あのね、中学生ぐらいの時にこれあるあるなんだけど、俺ホモなんじゃねえかってみんな思ったことない？はい、あるんだ。ちょっと、待ってて。あるよね！で、それ正常なんだよ。で、お前ホモじゃねえんだよ。あ、よかった。そう、ほら、ね、でも今コメント見てる、みんなあるって言ってんだろ。いや、たまーにエッチで可愛いなって感じちゃうんですよ。え、どういうこと？お前女好きじゃねえの？好きな芸能人は？女好きなんですけど、好きな芸能人は堀北真希と、うん、誰だろう、外人のよく可愛い子です。マギーとか？いや、男で。男なんですけど。お前違う、ホモじゃねえ、お前バイセクシャルだよ、おい。お前ホモじゃねえ、バイセクシャルだよ、今度から。わかりました。うん。堂々と生きていけ、お前バイセクシャルとして。はい。でね、お前にね、じゃ、あのね、お前におすすめの実況者がいるから聞いてくんね。お前ゲーム好き？はい。あの、バイ佐藤っていうニコ生で活動してるやつがマジでバイで本当にお前みたいなやつだから、見てみて。裸もさらしてるから。裸もさらしてるから。あれ？はい。じゃあ見てみます。じゃあ、また俺がツイキャスやったらまた見に来て。はい、わかりました。じゃあまたね。はい、よし。19歳年下のやつとまさかこんなに話が合うと思わなかった。バイの意味が分かってなかった。でもなんか厨房ぐらいの時ってさ、俺ホモなんじゃねえかみたいな、なかった？そういうの。2004年生まれってやばくねえか。2004年だぜ。信じられねえよな。俺2004年19歳なんだけど。異次元だ、異次元。つい最近じゃねえかよ。